それでは今回は20代の生き方で人生は9割決まる自分の本について解説したいと思います。死ぬまでお金に困らないために20代でしておくべきことを80個挙げました。その中で僕の方で大事だなと思ったことを20個解説したいと思います。20代の生き方で人生は9割決まる、これは僕自身の体験で得た結果です。多くの成功者たちはこう言います。若いうちに無我夢中で死に物狂いで努力した期間がなければどんな世界でも成功は望めないと言います。僕は18歳から23歳まで勉強をしていたこと以外何も覚えてないです。それぐらい僕は本当に勉強しました。人生の成果っていうのはこういうふうに決まります。ぜひ覚えてください。時間かける努力かける思いです。何時間かけたか、どれだけやりきったか、どうなりたいか、これで結果っていうのは決まります。そのための秘訣っていうのは群れないことです。群れから抜け出すことです。そして自分だけの人生を突っ走ると、20代で身につけたことっていうのは一生の生き方の核になります。20代の生き方次第で人生は9割に決まるっていうのは本当です。そのうち20個についてしっかりと解説したいと思います。まず1つ目が、高学歴の優越感も低学歴の劣等感も捨てるってことです。学歴イコール年収っていう時代じゃないです。学歴が良くても仕事できない人ってたくさんいます。仕事の成果には学歴はなんないんですよ。スティーブ・ジョブズも大学を中退してます。学歴でお金を稼げるほど世の中甘くないことをしっかり理解してください。続いて、資格を取ったで安心してはいけないです。満足したら人生終わりです。満足しない、挑戦することが大事です。僕は大学に入ってすぐ猛勉強をして公認会計試験に在学中に合格しました。就職先は世界一の規模を誇る会計事務所デロイトトーマツグループに入りました。どんな資格でも資格を取ったことで満足していたら人生そこで終わりです。僕は資格を取ったからこそこういうことを言えると思ってます。資格をね、取ってない人がよく資格なんか無駄だよっていうのはちょっと間違ってるとは思うんですけど、現実取った僕から言わせれば資格を取っただけで安心してはいけないってことです。続いて3つ目、月に100冊本を買う、でも読まなくていいってことです。脳科学者の茂木健一郎さんの話によると、本は買っただけで脳に鮮明にタイトルが記憶されるそうです。ざーっと見るだけでいいです。速読で読みましょう。読書っていうのは非常に大事です。本当にいいです。たくさん買って読むっていう習慣をぜひ作ってください。動画もぜひ見てもらえればと思います。続いて4つ目、本気で働く、死ぬ気で働くってことです。仕事が命です。男は仕事だと思います。20代いっぱいっていうのは修行の時代です。20代は死ぬ気で働き抜くことです。マツコ・デラックスさんはこう言ってます。死に物狂いの時期が3年から5年あるだけでその後の人生が大きく変わると。どんなにきつくても寝る間を惜しんで働くと、その経験を通じて苦しさを受け入れる力だったり、苦しくても生き抜く力っていうのをしっかりと蓄えることができます。若い時の死ぬ気で働き抜く経験で稼げる人になります。5つ目が、会社の肩書きなしで自分でお金を稼ぎ出すことを経験するってことです。会社員でも自分で仕事を取ってくるとか、成果を上げる、会社に貢献するってことです。副業で自分でヤフオクとかメルカリで不用品を売るでもいいです。どんな方法でもいいんで成果を出すってことです。続いて6個目が、現状維持を捨てる、それを死ぬまで繰り返すってことです。日々成長することが大事です。僕は先輩経営者にこう言われました。1日 1% 成長しなさいと。1日 1% 成長すると1年で40倍になるそうです。7個目が、自信はいらない、勘違いでいいって話です。勘違いは途方もなく高くジャンプするためのきっかけになります。成功するのに根拠はいらないです。勘違いで何がいけないと思って行動することが大事です。自分は偏差値35の時に早稲田慶応に行きたいと思ってました。会計士をしてた時に起業したいと思ってました。国語別に得意じゃないのに出版したいと思ってました。話すのが全く得意じゃなかったんですよ僕。今こうやって話してるけど、もともとコミュニケーションって非常に苦手だったんですけど、 YouTube やりたいと思いました。勘違いでいいです。自信っていうのはいらないし、勘違いすることが大事です。8個目は、心配事の 97% は起こらないことを知るってことです。不思議ですこれ。意外と心配してることって起きなくないですか。皆さん過去に心配してたことが現実に起きたことありましたか。僕は意外となかったです。人生っていうのは意外と心配してることって起きないんですよ。なぜなら人間っていうのは心配することに関しては事前に対策を取ったり準備したり行動するんで意外と起きないんですよ。起業を決めて会社を辞めるときに心配に思ってたことも全然起きなかったです。心配事の 97% は起こらないことを知っておいてください。9個目が、5大リスクと手を切るです。
テレビ、スマホ、異性と遊ぶ、飲みに行く、遊びに行く、厳しいですよね。後から楽しめばよくないですかって話です。僕はこの5つに関しては徹底して排除していました。特に5年間この5つっていうのを経って自分に向き合いました。その結果若くしてうまくいったと思います。テレビ、スマホ、異性と遊ぶ、飲みに行く、遊びに行く、多くの人がやっていることをしていることで時間が確保できたり自分に向き合うことができます。続いて10個目、合コンは4年に1回、同世代の異性と話が合わないくらいでいいって話です。これは僕の経験です。大学生って合コンするイメージあるじゃないですか。僕は1回しか行かなかったです。20代っていうのは人生最高のモテ期だと思うんですよ。20代のうちにでも一生稼げる土台を作っておいてから遊べばいいと思うんですよ。合コンに行ってるようでは目標達成っていうのはどんどん遅れると思います。10年先の目標を持っていると周りの同世代の異性とは話って合わないと思うんですよ。楽しい青春を送りたい、では普通の人生しか生きられないことを理解することが大事です。11個目が風呂は×シャワーは丸です。これくらい本気でした。風呂入ってる余裕なんかなかったんですよ。シャワーでいいと思ってました。20代の頃僕はまずシャンプーをして洗い流さないまま体を洗ってました。そして上からシャワーで一気に洗い落とすと、シャワーして洗い流してボディーソープつけて洗い流す、これを別々にする時間ってマジ無駄だなって当時思ってたんですよ。一緒にやることで5分以上時間短縮できるんですよね。今はもちろんのんびり風呂に入ってるんですけど、何か全身全霊全力で何かを達成したい時っていうのは1分1秒も無駄にしないってことが大事です。これくらい本気でやることでお金持ちになりたいとか目標達成できるんだと思います。12個目が明日やろうではなくて今すぐやるってことです。明日やる、今日やるっていう選択肢はないです。今日やるかすぐやるかしかないんですよ。バカっていうのは早くやるしかないと思います。スピードと量だけは誰にも負けないって意識が大事です。会社を辞めようかどうか悩んでるとか、悩んでるっていう以上会社を辞めたいっていうことだと思うんですよ。20代なんだったら失敗したって再出発できます。悩んでるっていうことは何かしたいとか変化したいっていう意思の表れです。もうするしかない、変わるしかないと思って早くやることが大事です。遅い決断っていうのはどんな決断でも間違った決断です。13個目が土日を楽しみにしたらおしまいって話です。周りが遊んでいる時こそやりきることが大事です。1年は365日ではなくて1日かける365日と捉えてください。最高の1日をデザインしてその1日を365日繰り返すだけです。毎日同じなんですよ。平日も休日も僕はなかったです。休みの日はどこからも連絡が入ってこないからかえって集中的に学びとか仕事に没頭できます。チャンスと思うくらいでないとその他大勢から抜け出すことはできないです。他人が遊んでる間に一気に距離を広げるが勝ちゲームのパターンです。14個目が人と比べない、昨日の自分と比べるって話です。嫌われる勇気の中で人と比べたら負けだっていうフレーズもあります。大事なことは昨日の自分に勝ってるか負けてるかです。比べる対象は昨日の自分、明日の自分です。上を見ても下を見てもキリがないです。自分の現実だけをしっかり見つめることが大事です。15個目、早くメンターを見つけて徹底的に真似る。本物のメンターがあなたを高みへと導くって話です。学ぶっていうのは真似るってことです。結果が出てる人から成功失敗についてしっかりと真似ることです。真似るは学ぶの原点です。メンターを徹底的に真似して理想像を実現するってことが大事です。16個目は人は見た目と声で9割、まずこの2つを磨き上げようです。相手に何かを伝えるとき伝わる内容っていうのは話の内容 7%、 見た目仕草 55%、 声のトーン 38% の割合です。アメリカの心理学者メラビアンが提唱したコミュニケーションの法則です。メラビアンは見た目仕草そして声を磨けば第一印象の 93% は高得点を取れるということを理論付けました。肝心の話の内容っていうのはたった 7% なんですよ。印象の 93% を決めるのは見た目、仕草、声ってことです。だから見た目と声で9割なのでこの2つを磨き上げることが大事です。17個目、自分に投資する。回収率 100% 以上の絶対に失敗しない投資法です。もう義務教育って終わってますよね、20代って。これからは権利教育です。自分で課題を見つけて自分で勉強するんです。大人の勉強っていうのはこっそりやるものです。みんな勉強してないんですよ。めちゃめちゃチャンスです。エンタメよりも教育系だと思います。自己投資って最高です。本を読んだりとかセミナーに行くとか、自己投資っていうのは20代で一番いいお金の使い方だってことです。18
個目、自分の10倍稼いでる人のそばに行くって話です。見る聞くだけじゃダメです。そばに行って触れることです。近くにいることで学べます。帝国ホテルのロビーで人を待っている時に僕はユニクロの柳井さんを見かけたことがあります。遠目から見ても周りを圧倒するオーラを放っていました。自分の10倍以上稼いでる人がいたらそばに近づいていき、稼いでいる人のオーラを全身で受け止めることが大事です。稼ぐ力のある人のそばに行くだけで何かを得られるってことです。19個目、衣食住の中なら住に投資するってことです。住所は年収だと思います。住所を変えれば年収は上がるってことです。サッカーとか野球だって環境で結果って変わりませんか。強いチームに入ったらサッカー上手くなるし野球上手くなるんですよ。甲子園に行きたかったら甲子園に行ってる高校に行ったら多分野球は上手くなると思います。絶対に衣食住なら住まいに全力投球した方がいいです。住まいをグレードアップするとこの上ない満足感とともに自分を奮い立たせる効果があります。いい住まいに住むとモチベーションが最高に高まるって話です。20個目が眺望のいいところに住むってことです。視界から受ける情報っていうのは全ての情報の 87% って言われています。眺望のいいところに住むと自宅にいる間はるかに見渡せる素晴らしい眺望を楽しめていつも最高の気分でいられます。最高の眺望っていうのは最高のパワーの源だって理解することです。最後まとめなんですけど、いろんなねお金の話したと思うんですけど、お金は全てではないです。あくまでも手段です。お金だけではなく幸せについてもしっかりと考えてください。お金があっても仕事が楽しくなかったら幸せじゃないし、家族とか友人が仲良くなかったら最悪だし、メンタルが落ち込んでいたらつまんないじゃないですか。お金を稼ぐとかだけじゃなくて仕事を楽しむ、人間関係を良くする、メンタルを高める、これらができて初めて20代の生き方っていうのは人生決まるんだと思います。この動画見ていただいて感想とか気づきコメントがあればぜひメッセージお願いします。チャンネル登録評価ボタンクリックいただければ励みになりますのでぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますのでぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますのでぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。